便秘にずっと悩み続けてる女性のために、この動画バズりまくっててコメント欄もすごいことになったので、女性のためのトレーナーブスの美ボディメイク兄さんお呼びしました。お願いします。便がしっかり出ないと肌ボロボロになるし、はい、もうなんかめちゃめちゃ張るし、体全部むくむし、痩せないし、自律神経乱れまくるので、いいこと一つもないです。たった1回やるだけで次の日ドバドバどっさりです。もう1キロ、2キロ、3キロとか体重落ちるし、1キロは普通に落ちます。はい、まずは左側の足からいきます。はい、左側の足の甲あるじゃないですか。足の甲の指と指の間からこういう感じで骨の際があると思うんですけど、その辺を優しくほぐしていきます。こう流していくようにほぐしていきます。人差し指と親指の間、間とまた中指と薬指の間、うん、小指と人差し指の間だったり、あのまんべんなくここ骨の際のところを優しくほぐしていきましょう。下からどっからだ、上から下に向かってがいいですね。足先から自分の方に向けて、そうです、足先から自分の足首の方に向けて、はい、 OK です。じゃあ次はふくらがはぎの内側ほぐしていきます。ここ内くるぶしがあると、だいたい 1,2,3 指3本ぐらい上のところ、はい、この辺ですね。ここを優しく押してほぐしていきましょう。はい、うん、ここだけ。そうなんです。ここも一応開毛弁を開くツボになりますので、しっかりと、そうなんです、大腸の入り口、蓋をこういう風に開いていく感じです。これ強さは痛気持ちいいぐらいですか。痛気持ちいいぐらいです。あまり痛すぎても良くないのでね。これ皆さん、こう肩がこう上がらないようにしてくださいね。あ、そうですね、肩こらないように、はい、優しくほぐしていきましょう。そうですね、深井さんのようにしっかりと呼吸は続けてあげてくださいね。これ結構痛いですね。意外と痛いですよね。結構普段から姿勢が悪かったりするとあの足がむくんでってね。はい、 OK。 じゃあ今度は外側です。はい、外くるぶしからだいたい指 3,4 本ぐらい上のところ、骨の際あると思うんです、はい、この辺をまた優しくほぐしていきましょう。はい、そうです、痛気持ちいい程度でいいので、はい、うん、そう、ここしっかりと押してあげることによって開毛弁が開きますと、大腸の蓋です、蓋、蓋をしっかりと開いてあげないとうんち出なくなっちゃうので、しっかりとうんち出すためにはこの辺もほぐしていきましょう。で、これ、毎日じゃないですか。毎日やっても全然いいです。私はほぼほぼ毎日やってます。はい、毎日。毎日スッキリです。軽く上に流していきましょう、深井さん。そうそうそう。そういう感じで上に流していく。リンパの流れも良くなることによって血流が良くなって、うん、蓋もしっかりと開いてくれますからね。うん、そうですそうです。深井さん美脚じゃないですか。ありがとうございます。はい、OK です。はい、じゃあ反対側も同じようにやってみますか。はい、じゃあ足の甲のここ MP 関節ってよく言いますよね。はい。はい、足先から足首に向かって、そうですそうですそうです。押し流す感じで。押し流す。そう、押し流す感じで関節と関節の間のところを優しくほぐしていきます。これどの体勢でもいいですよね。あぐら、こうやってあぐらで、そうです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 。下ろしていい。自分ができるだけ力を抜いてリラックスできるような姿勢でお願いします。椅子に座ってもいいですね。そうなんですそうなんです。別にヨガマットじゃなくてもいいんですよ皆さん。お風呂の中でもいいし。お風呂の中でもいいし。どこでも大丈夫だし、そう、あんまり力入れないように優しくほぐしてあげてください。クックックッと押さなくて大丈夫ですよ。うん、はい、はい、はい、じゃあ内側のふくらはぎですね。はい、内くるぶしからだいたい指 1,2,3,4 本ぐらい、 3,4 本ぐらい上のところ、はい、ちょうど骨の際が感じられると思うんです、うん、そう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 、そこで、そこを優しくまた揉みほぐしていきます。はい、こうやって肩に力入らないように優しく、うん、別にそんなに痛くなくても大丈夫ですよ。十分もほぐれてますからね。はい、もみ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 これなんですか、便秘が便秘になりそうなのになってからでもいい、なってからでもいいです。割と結構出ます。で、
なんか残便感があるなっていう時もすごく効きますし、うんうん、まあ、すっきりされてる方でもやってもいいと思いますよ、うん、ただ下痢してる時はやめた方がいいかもね。あ、下痢してる時はやめた方がいいかも。下痢してる時は逆に緩くなっちゃうので、はいはい、オッケー。じゃあ反対側も同じように、すね、はい、の外側ですよね、外くるぶしから指3、4本ぐらい上のところを優しく、骨のちょうど際、外側です。外側を軽く優しくほぐしてあげてください。そうです、そうです、この辺ですかね、この辺、そう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 、この辺ですかね、そう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 優しくほぐしていきますよ。そうなんですよ、肩にあんまり力入れないようにしましょうね、はい、そうそう、深井さんすごく上手です。優しくしましょうね、優しく、自分に優しくしましょう、はい、親指だけダメですよね、こうやってこっちはダメだな。うん、別にどの指でも大丈夫ですよ、ほぐれれば大丈夫なので、別に指の人差し指でも何でも大丈夫です。そうですね、そうですね、ちょっと上に引き上げるように軽くこう指先で全部やろうとすると疲れるので、全体的にあの力を入れるように使っていきましょう。 OK、 それでは左側の手の親指と人差し指のここ関節と関節の間ですよね、はい、ここ優しくほぐしてあげてください。そう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 、そう、優しく、こう、あの深井さんみたいに指先に力を入れすぎてしまうとすごい肩に力が入ってしまうので、もう指全体的に もみほぐす感じ、こういう感じじゃなくてこういう感じ、そう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 、肩に力を入れないように体重を全部ここにかける感じで、そう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 、はい、あんま下見てこうやってもあれですもんね。別にそれでも大丈夫ですよ、うん、自分がやりやすい方向でお願いします、うん、ほぐしてほぐしてほぐして、合ってる、合ってますよ、合ってます、それでいいんです、それでいいんです、はい、はい、反対側も同じようにやっていきます、はい、なんかこれ強くやった方が効くのかなって思っちゃうんですけど、そんなことないです、うん、優しくほぐすだけでも十分ほぐれる効果はありますからね、はい、これ今足からやって手やったじゃないですか。そうなんです、なんか別にこう仕事中とか足できないじゃないですか、うん、手だけやっても OK、 手だけも OK、 やれるところだけでもいいんです、そう、そうそうそう、全部やった方が効果あるけど、もちろんしっかりと出したいのであれば足先からやりましょう結局ね、体って全部つながってるので、うん、足からこうやって上にちゃんとやってあげた方がいいんですよ、本当であれば。本当はね、うん、僕みたいに面倒くさい人はこうやってやるのにいいそうですでもお腹のマッサージは必ず全員やってくださいね。わかりました、うん、はい、OK です、はい、次は背中なんですけど、はい、こうやって両手で骨盤の骨をこうやって支えるように上から押したら、ちょうど腰の骨あるじゃないですか、上、はい、背中の背骨の腰あたりあると思うんですけど、そこに筋肉あります、うん、脊柱起立筋っていう筋肉があるんですけど、その外側の筋肉の際をほぐしていきます。あんまり強くやらなくていいですからね。これ膝立ちしんどいんで正座でもいいですか。もちろんもちろんもちろん、もううつ伏せでも何でも大丈夫です。あ、うつ伏せでもいい、うん、でうつ伏せの方がやりにくそう。あげるでもいい。もちろんもちろん大丈夫です。マッサージに関しては本当に自分が一番やりやすい体勢、あんまり力が入らない体勢にしてもらった方が確実にほぐれるので、うん、なるほど、しんどいなと思ったらその体勢良くないです。この辺までもっと上までもっと上もちょっとやってあげてください。肩全然こんなもんかな。はい、そんなもんです、そんなもんです。でまた下から上、はい、OK でーす、はい、はい、じゃあ次さ、いよいよお腹のマッサージなんですけど、はい、ちょうど自分のおへそがここにあると、はい、ここ骨盤の骨ポコポコって出てるところあるじゃないですか、はい、右側です。右側の骨とここ、はい、おへそから若干骨盤の骨あたりこうやって線を引くとすると、上から下にこういう感じで潜るように押していきます。なんかすごい何とも言えない感覚だなこれ。そう、潜るように押していきます。ここがちょうど、うん、
合ってるかどうかってどうやって確認したらいいですか、これ。ね、ここにおへそがあって、はい、骨盤の骨があるじゃないですか、はい、ちょうどだいたいこの辺なんですよ。だいたいこの辺に回毛弁っていう大腸の蓋があるんですね、うんうん、で閉じてるのでそれを上に上に引き上げていくような感じです。なるほど。こう潜るように。いいですか、触っちゃって、はい、これですよね、はい、おへそどれです。おへそこです。あ、そうなんですね。ここ、なるほど、合ってました。合ってました、 OK。で右側に回毛弁があるので左側はやらなくていいです。これは逆に。そうなんです。こうやって開いていきましょう。膝立ちひんどい人は私は膝立ちでも大丈夫なんですけど。あ、 OK、 はい、はい。でこれで今度は大腸の形をイメージしながら右から上にで、また上に引き上げる。右側の大腸で真ん中みぞおちあたり、みぞおちあたりを横にずらして、じゃあ今度は左側の大腸を下の方にずらしていく。で今度は左側の大腸下の方から横に横に下、軽く下、 こういう感じ、うん、そうそうそう、ずらして、今度はおへその下あたりをぐっと下に出していく。 下に上に引き上げちゃダメ。そうそうそう、上に引き上げないようにして。おへそじゃないですよ、もうこれで大丈夫です。これもう一度、はい、上に引き上げるようにして、で右の横あたりを上に引き上げるようにして、上に、そうそうそう、下に下げないで、で、みぞおちあたりを左側に向けてスライド、こう、そうです、そうです、そうです。で、左の横から肋骨のちょうど下あたりですよね、上に引き上げない、下に下げる、下に下げる、そうです、そうです、そうです。で、骨盤の横あたりから下にまた下げる、下に、そう、上に引き上げない。肩疲れるね、ちょっと肩に一回リラックスしてごめんなさいね。そうそう、疲れますね。でおへその下、おへそ下、こう猫背にさせながら下にこう、そう、出ていけって、うんち出ていけっていう感じで、そう下に、そうそう、辛いですね、ごめんなさいね、ごめんなさいね。はい、 OK。 じゃあ次は優しくののじでこうやってほぐしていく。一旦ちょっとリラックスして、はい、はい、皆さん本当ごめんなさいね、疲れましたね、ごめんなさいね、あと少しですからね、一緒に頑張りましょうね。深井さんごめんなさいね。いの字をイメージしながら、はい、右から左に向かって優しくさすっていきます。そう、さすってるか、さする、もうさするだけで大丈夫です。これは、これ寝てやってもいいですかね。寝てやってももちろん大丈夫です。寝てやった方がむしろ効果高いです。はい、寝てる時の方がね、体リラックスできるのでね。すぐこれにしないとらないなと思っちゃう。でもお腹人に揉みほぐされるのちょっと嫌ですよね。嫌です、そうですね、私も嫌です。お腹は確かにね。はい、 OK です。じゃあ少し休んでもらって、じゃあ次に外腹斜筋っていうのが右側だけで大丈夫ですよ。この辺、右の肋骨あたりに外腹斜筋っていうのがあるので、この辺をこう肉をつまむ感じ、肉をつまんでもらって軽く揺らしていきます。そうそうそう、肋骨の外側、そうそうそう、優しく優しく。で指先でやると肩疲れちゃうから、しっかりとこう指全体的にそうそう揉んでいく感じ。息ふーっと吐いて。痛いですか？ここやっちゃいけないとかないですよね、まあ、この辺全体ですよね、うん、あの骨は揉まないでくださいね。皮膚をしっかりとつまんでくださいね。意外とここを張りやすいんですよね。なるほど、うん、もう効果しっかりと出ますから、皆さん頑張ってください。
よく頑張ってますね。はい、OK。あと少しですよ。はい、じゃ次にここ右側の上腕二頭筋ってここにあるんですね。で、うん、若干外側に筋肉と筋肉のなんか際、間の際みたいなのがこの辺に感じられると思うんですね。あります、なんかへこむ。そう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 。その辺を優しくまたほぐしていきます。下から上に向かって優しくほぐしていく。結局開門弁って右側にあるんですけど、この外腹斜筋と上腕二頭筋あたりが張ってると開門弁一緒に閉じちゃうんですよね。だからしっかりと開門弁を開くためにしっかりと優しくほぐして右側の張りを全部取ってあげることによって腸が開いていきます。そうそうそう。そんな痛いです？いや痛いっすね。そうかそうか。ごめんなさいね皆さん。はい、これで終わりになります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。僕はお腹かなり柔らかくなったんですけど、肩と手がすごい疲れたので肩軽くストレッチしてあげましょう。はい、なるべく力入れすぎないように皆さんもやってみてください。だいたい次の日の翌朝、はい、すぐ出る方もいますし、うん、朝ごはん食べた後にどっさりと出る方もいますので、ほうほうほう、ぜひ楽しみにしてください。でコメント欄にぜひぜひ出たよっていう方は出たよとコメント欄でお願いします。うんち出たよっていう報告ぜひともよろしくお願いします。お願いします。みーさんのブスの美ボディメイクのチャンネルも概要欄に貼っておきます。